ら毎日の通勤や通学、お買い物など普段の暮らしの中で利用しているバスのお話です。バスに乗っているときにこんなバスがあればもっと嬉しいなぁなんて思ったことありませんか？日野自動車はそんな声に耳を傾け、地球環境のことも考えて、暮らしやすい社会を支える移動として、街をもっときれいに、人にもっと優しくを体感できる新しいバスを考えました。それがこちらの新しいフューエルセルバス。日本語では燃料電池バスと呼ばれています。燃料電池バスは水素を燃料として自ら発電して走ります。仕組みは水素と空気中の酸素を反応させて電気を作り、これを大きな電池に貯めて、この貯めた電気でモーターを動かして進むのです。水素と酸素が反応することで電気を作るので、 CO2 の排出量はゼロ。出るのは水だけなので地球にとっても優しいバスなんです。しかもこのバスのエネルギーとなる水素は水の中などに含まれているため、なくなることがありません。またモーターで走るので発進時の加速や走行が大変スムーズで、座っている方も立っている方も快適にご乗車いただけます。そして車内がとっても静かなので会話が聞き取りやすく、楽しい移動時間を過ごすこともできそうです。毎日いろいろな方が利用するバス、例えばお子様から大人の方まで、そして車椅子やベビーカーを使っている方、大きな荷物を持っている旅行者の方、フューエルセルバスが利用するさまざまな方が使いやすく便利で嬉しいと感じていただけるように考えて作られたユニバーサルデザインを採用しています。それではここで実際に新しいバスの中を見ていきましょう。例えば車椅子を使っている方がバスを利用する際に一番不便に感じてしまいやすいのが、乗るときと降りるときです。ちょうど車椅子のお客様がいらっしゃいました。さていかがでしょうか？とってもスムーズに乗車できましたね。このようにバス専用のプラットフォームがあることでスムーズな乗車を実現しました。続いてバスの中、もう少しスペースにゆとりがあればいいなと思ったことありませんか？新しいバスは利用される方の視点で車内を改めて見直すことで、車椅子の取り回しができるスペースを作りました。そしてもう一つ、ご覧のように車椅子を安全に、そして簡単に固定できるようにも考えられています。またベビーカーの方や大きな荷物を持っている方にとっても嬉しいスペースと移動しやすいデザインを取り入れています。そして車内上の方に目を向けていきますと、バスの現在地や目的地までの所要時間、行き先の周辺情報など、乗っている方にとって便利な情報が表示されるモニターが設置されています。これによって初めて乗る方や外国人の方にも適切に情報をお伝えすることができます。さらに車内に設置されている黄色い手すりスタンションポールは、握りやすい形を追求し、小さなお子様でも使いやすいように低い位置にも持ち手がついています。毎日いろいろな方が利用するバスだからこそ、フューエルセルバスは使いやすく便利で嬉しい機能を利用される方の目線で考えました。そしてこの使いやすく便利で嬉しい機能はバスの車内だけではありません。将来的にバス専用プラットフォームはホームドアを設置することで、お客様が車道に飛び出してしまわないように安全を確保したり、自動改札機を設置して運賃を事前に徴収することで、バスの前後どちらからでも乗り降りが可能になって混雑を緩和するなど、皆さんにとってもっと使いやすく便利になるかもしれません。そしてこのフューエルセルバスは水素を燃料として自ら発電して走るので、電気を貯めてバスの後ろに積んでいる電動アシスト自転車に充電をしたり、非常時には電力の供給源となることもできます。このようにフューエルセルバスは水素を燃料として走るだけではなく、作った電気をさまざまなことに利用できるようにも考えられています。さて皆様、新しいフューエルセルバスのお話はいかがでしたでしょうか？
しやすい社会を支える移動として、近い将来水素社会実現に寄与する輸送手段である燃料電池バスの技術開発を進めております。これからの日野自動車にどうぞご期待ください。引き続き日野自動車ブースでは、情熱を運ぶ、夢を届けるをテーマに、さまざまな電池やコンテンツをご用意しております。ブース向かって右側の角にございます日野レンジャーダカールラリー2014参戦者にはご乗車いただくこともできます。どうぞこの後もお時間の許します限り日野自動車ブースにてお楽しみください。デュエルセレバスのプレゼンテーションに最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。